ちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト。どうも石田です。団長です。はい、というわけでまた電話をつないでの収録になりました。はい、会えないですね。しかも今回はあの団長の方で録音してるっていう、だからメインの方が団長の方の声が聞こえやすい感じにクリアになってるかなと思いますね。まあ、これも結構初めての試みで、こちらのポッドキャスト史上。はい。結構ね、今、パソコン、僕はパソコンを使って、携帯電話をスピーカーにして、パソコンを使って録音してるんですけど、はいはいはい。波形を見る限り、石田さんの方が異常に取れてる可能性があります。僕の方がクリアに聞こえてんの？今ね、マイクにキンキンに携帯を近づけてるんで。じゃあメインは僕の感じになってるね。大丈夫。その代わりあの石田さんのこの電波が悪いというか、声が途切れた場合、異常な事態になる可能性があります。それ危険だね。まあこの形もね、あるということです。いや、というのも僕があの、オーパーツ、シップやボトルの札幌公演ですよ。ツアー、最終地。はいはい。公園で、札幌に来てまして、そのホテルからお送りしてるんですよね。はい。そういうわけなんですよ。だから昨日ね、はい、もし会えてたと思ってたんだけど、ちょっと都合が合わず、昨日も。はいはい。しょっちゅう稽古ではね、一緒に会ってたんだけど、京都。そうですね。それこそお互い今撮ろうかっていう気持ちもならず。ちょっと不一致で、イエスの枕がノーばっかりでしたね。やっぱりね、家っていうの稽古中はやっぱそういう風になるからね。はい、うん。そうなんですよ。いや、まあ、あれですね、とりあえずちょっと、今回ばかりは、初めてなんで、音質が悪くてもちょっと、ごめんなさいということで。そうですね、ご了承ください。はい、ちょっとずつ、良くしていきますんで。来週こそ必ず2人揃って、ね。そうですね。お見合い形式での収録。ちゃんと。若いもん二人に任せられた形式でやりたいと思ってますけども。二人でっていう感じでね。はい。そそくさともう出てってもらっていろんな人には二人でやりたいなと思いますけどね。はい。札幌ってね、もう早速寒いよ。あ、札幌寒いですか。寒い。あの、雪こそ、もうないけども、降ってないけども。うん、うん、うん。雪とか降ってたらね、こう、感動的だったんだけどね。もうただ寒いだけの。諏訪さんと二人でさ、あの飛行機降り立ってさ、はい、寒いなって僕がボソッて言ったら、はい、諏訪さんの女性が札幌での、はい、雪降ってないな。割と諏訪さんってそういうあの情緒を重んじる人なんだなっていうのをすごく感じたね。まあ、あのカメラ好きですもんね。そうだね。ね、同じ共演者、ヨーロッパ局のメンバーで、シップやボトルに出てる二人、ね、スワさんなんだけど、はい。そう。雪降ってて欲しかったんだな、この人と思ってさ。まあ、その、北海道の気候が欲しかったんでしょうね。雪景色が欲しかったんだな、と思って、意外とね、そういうところあるんだな。まあまあ、でも確かにそうだな、と思いましたね、僕も。はい。そうですね。あとはまだ、これからっていう感じですね、まだ。やっぱ明日本番なんで。ああ、もうでもほんと間近ですね。いや、そうですね。ほんと美味しいものだけ食べて。なるほど。うん、元気にやっていきたいなと思いますね。いや、こっちもまあ、イエティのね、うん。現場で、まあ、今日は休みやったんですけど、明日から稽古あるんで、あ、はいはいはい。石田さん抜きの稽古になるんでね。あ、そうだね。その、今までの稽古をやってても、こう、石田さんいなくなったら、こう、どうなるんやろっていう、この感じはありますけどね。僕の役的には多分どうにもならないし。このね、ちょっとね、ネタバレするのもあれだけど、もしかしてね、どんな役になるのか、まだ決まりきってない感じだよね、イエティね。そう、まあ、僕なんかは結構決まってる感じですけどね。僕はもう決まったね。団長は団長役だよね、もう。言うとね。そうだね。これどこまで言っていいかわからないからね。まあまあ、ちょっとこう、まだ秘密にしとこう。後で今度、大俊君に聞いとくわ、作演の。どこまで出していいか。そうだね。うん。
まあでも楽しくやってますね、家系もね。まあそうですね、全然みんなでキャッキャしますね。キャッキャしてるね。いや本当にこう気の知れたメンバーというかね、その初めてがいないですもんね。そうだね、この感じが あるから、あとてもなんかいいですよね。だいたい稽古の終わりの方になってくると、なんかこうそろそろもう終わるかなって、ね、雑談が増えてって、で満腹さんの話になって終わるっていう感じだよね。だいたい満腹フィニッシュが最近多い感じがしますね。満腹さんの恋愛の話で、満腹さんの、料理の話とかね。この前は料理の話で終わりましたね。満腹さん料理するんだよね。料理するんですけど、ただ料理するんですよの後のエピソードが、カレーやった次の日はカレーラーメンっていうクソみたいなエピソードで。でもね、やっぱりね、残り物を残り物でなんとかするっていう精神、ちゃんとね、そこって一番大事だと思うんだよ。自分の限られた食材、まあ、確かに確かに、範囲の中でどれだけのパフォーマンスができるかっていうのが、はい、やっぱね、人にとってもう必要な要素と思うんだよね、この不景気日本において。不景気っていうか、あのね、やっぱそうなのよ、料理が上手な人って、はい、食材を買ってね、はい、あれが作れるとかこれが作れるではないと思うんだよ。なるほど。僕の持論を言わせてもらうよ。石だろうね、はい、うん、料理が上手な人っていうのは、はい、あり合わせの食材を使って、はいはい、いかに美味しいものが作れるかみたいな。なるほど。これだけしかないですよみたいな。うんうん。うん。もうナッパしかないですよみたいな。え？もうナッパしかないですよみたいな。ナッパしかない中、はい。どんだけナッパ。それも食うしかないけども。いやでもそういうことですよ。調味料は絶対あるわけですから、調味料を使って、うん。どれだけの、その、美味しく食べる方法。だってさ、料理なんてさ、はい。食べてみたらさ、口に入るものなんて何でも一緒だよみたいな人いるじゃん。まあ、いますね、ほんとたまに。じゃあさ、はい、その材料を順番に口の中に入れてったら、はい。同じ味するんですかって言いたいわけよ、俺は。はい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 。そう思うのよ。はいはい、今ふわっとしましたけど、はい。例えば言うよ。はい。例えきますか今。家庭の材料ね。はい。じゃがいも、人参。はい。玉ねぎ。はい。で、エコ。はい。ね、でお肉。はい。ね、これでカレーが作れるわけじゃないですか。そうですね。それを順番に口の中入れてってカレーの味になるんですか？ならないでしょ。最後にカレー粉を食べた時にめっちゃカレーの味するかもしれないですね。そうだね。ただそのカレーを出した次の日に余った食材で、はい、俺は肉じゃがをやってほしかったけど、満腹さんには。はいはい。ただあの満腹さんはあの全部使って全部でカレー作っちゃったんでしょうね、多分。そうだね。だから麺が残ってたんだろうね、冷蔵庫の中に。もしくは小麦だけ残ってて自分で売ったんかもしれないです。いや好きですよ、そういうの悪くないと思うんですよ。その限られたその中でどれだけのパフォーマンスを、いや役者も一緒だと思う、僕はこれ役者論に通ずると思うね。今めちゃくちゃいいこと言おうとします。いや、いいこと言おうとするよ。はい。人間のね。はい。人間なんて基本的に不平等ですよ。はい、不平等、はい。もう体なんてもうこの体与えられてるし、顔なんてもうこの顔しかないわけよ。そうですね。身長もこの身長しかないわけ。まあまあ、はい。その中で、はい。いかに自分がパフォーマンスを見せれるか、それに対してさ、あいつは顔がいいからとかさ、はい、あいつは身長が高いからとかさ、あいつはコネがあるからとか、とかっていうのってすごくならないことだよ。なるほど。冷蔵庫開けたら自分の体しかないわけよ。はあ、はあ、この演劇の冷蔵庫開けたら、演劇冷蔵庫開けたら自分の体しか入ってないわけよ。はいはい。あ、じゃあそれで演技してみようって思わないと。はい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 。
いや別の新しい顔買ってこようとか、はいはい、ナッパしかなくても、あ、これすごいいいこと言ってる感じなんだけど、あんま刺さってないね。そうですね、あんまふわっとしますね。そう、リッターさんとか俺宮原さんとかこれすげえ刺さってると思うんだけど今。いや演劇冷蔵庫あたりからやっぱりなんかね一個挟みすぎて。ちょっとまとめとく。今度まとめとくわ俺これ。この感じの話まとめててくれます？うん、思いつくは思いつくけどまとめが下手なんだよね僕。どちらかっちゃって。じゃあ行こうか今週も。行きますか。はい、カクテル恋愛相談室。はい。今週のトークテーマは去年のクリスマス何してましたか、今年のクリスマスは何する予定ですか。もう割と早い段階からね。はいはい、もう大変ですよ、もう言っても12月になりますからね。いやもうこの時期からイルミネーションはついてますからね、もうクリスマス始まってますよ。 あっという間だよ本当に、うん。ちなみにメッセージは来てますか。メッセージ来ております、お願いします。シャンシャンさんから。はい。石田さん、団長さん、こんにちは。まずは、マーマレードボーイ、お疲れ様でした。ああ、なるほど。来てくださったんですね。ありがとうございます。あんな卑猥なことを人前で叫ぶことはまずないので、すごく楽しかったです。何をやったんだよ。さて、僕は聞かないよ。さて、今回のテーマですが、去年、イブはバイト、クリスマス当日は家で過ごしました。おー、まあ、家族とね、クリスマスは家族と。はい。これだけでも寂しいクリスマスなのに、当時中3の弟に、クリスマスにデートしてくれる女の子はいないの？と冗談半分で聞いたところ、高2で男一人いないお姉ちゃんの方がよっぽど心配だよと孫で返され、なんとか笑ってごまかしたものの、その言葉が胸に刺さり、なんとも切ないクリスマスでした。来年こそは青春するぞとは思っていたものの、そんなにうまくいくはずもなく、今のところ今年は街にあふれるリア充たちを鼻で笑いながら友人と過ごすことになりそうです。全く女子高生らしいクリスマスではなくて申し訳ないです。長文失礼しました。ということでございます。いいね、なんかこうメッセージが気が利いてますね。そうですね。卑屈は卑屈なりになんかこうね、いいですよ。精一杯生きてるぞっていう感じありますね。お昼の番組みたいに好きですよ、こういうの。あー、お昼の、なんてない番組ですね。なんかさ、兄弟のさ、はい、お姉ちゃんと弟でさ、なんかこう、はい、ちょっと攻撃の試合みたいな、攻撃って口の攻撃ね。はい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 。そういうのを割と好きなんですよ、ちょっと憧れがあるというかさ。あ、兄弟でのそういうのに。うん、うちお兄ちゃんしかいないからさ、はいはいはい、女性 の妹だったり女性のお姉さんだったりがいないから。ああ、だって男兄弟やったらすぐ相撲で決めようってなりますもんね。あ、もう力で大体力で、うん、なるからさ、はい、そうなのよ、なんかそう憧れがあるというかさ、弟に皮肉を言ったお姉ちゃんがさ、はい、母に皮肉で弟に返されるって、こういうすごい好きです。ああ、いや知らんけどの一言しか頭に浮かばないっていう。メッセージの批評から入る。新しい人、その答えないっていうメッセージに対しては。そうですね、もうクリスマスも減ってくるもないですからね。メッセージの文脈を読み取るっていうね。やっぱもう大切にしていきたいですね、今後も。好きです、俺好きですよ、うん、弟のこう攻撃攻防戦、うん、好きです。で寂しいクリスマスなんだね、まあ、どうやら友達と過ごすだけの高3の寂しい感じですね。あ、なんかさ、こういうさ、こう、はい、メッセージくれる方本当とてもありがたいんだけどさ、はい、こういう時にメッセージくれる方でさ、はい、彼と一緒に過ごしましたみたいな、はい、イルミネーション見に行ってデートをして夜景の見えるレストランでご飯を食べてみたいなことを書いてくる人ってまあいないよね。まあいないですし、そんな人はもう聞いてないんじゃないですか。いや、そういうことなのかな、もしかして。
あの寂しいやつしか聞いてない疑惑を僕されてるんですけど。このポッドキャスト。はい。そしたらね、まあでもその救済のためにはあのやる意味あるね。そうですそうです。たまにはさそういうさなんかこうあーいいねみたいなさ。わ、わかりますよ。うん。そのなんかね F とか聞いてたらねあるよたまにそういうの。ああ。FM の生放送のさ。はい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 。夕方とかのさ。ああ、わかりますわかります。あの、焼きそばの人のお姉さんのラジオとかでしょ？そうそう。それ。それよ。もうほんとみんな充実してんだよね。いや、わかります。なんかほんとね、今回のは、付き合って初めての彼、なんか彼氏と初めてのクリスマスですみたいなね。あったりしますもんね。いや、そういうの言ってほしいよね。いや、そうです。だから、嘘でもシャンシャンさんは、本当彼氏に初めてを捧げる夜になりそうですとかね、そういう。いや、っていうか、今からだったらまだ間に合うから、もうそんなことなりそうですって言わんと。あ、そうですね。せめて、はい、なんか男友達3人と、女の子友達3人とみたいなんで、はいはい。ちょっとホームパーティーみたいに開くっていうのはどう？いやでも日本ですからね、ホームパーティーっていう概念がなかなか。そう、日本ってそんな南朝の描く日本ってそんな風に。いや、石田さんの今の発言、本当野球の外国人選手しか言わないですよそんなこと。確かに外国人のドラマ見てて、な、何このパーティーみたいな、なんか聞いたことないパーティーみたいな、ダンスパーティーに女の子を誘うんだみたいな、なんかそういうやりとりあって、この文化知らんなみたいな、よくあるよね。アメリカの青春ドラマ見てるとしょっちゅうありますね。あるよね、あれ、なんていう、何パーティーって言うんだっけ、あれ。なんていうかパーティーって言うんだよね。あるよね。いや、でもそういうのいいんじゃない？まあ、やっていった方がね、うん、いや、僕、こういうの思うんですけど、うん。まあ、彼氏いない男子、うん、あ、じゃあ彼女いない男子、まあ、彼氏いない女子いるじゃないですか、恋人いない男女、うん、これもう本当何もかも金繰り捨てた時に、うん、どっちの方が作りやすいんですかね。いや、彼氏の方が作りやすいでしょ。女の子なんてこう求めれば得られるでしょ。その選ばなかったら。うん、そう思うけどな。あんなことないのかな。いや、でもそうなんですよ。なんかもうぶっちゃけやらしい話ですよ。うん、ある程度もうその男女ともに経験なくてもね、うん、ある程度体を武器にしたら正直異性ゲトれる気するんですよ僕。体を武器にかどうか分からんけど、そのいや最終手段ですよ。まあね、でもそうだよね。ただ男が言ったらそういうの出したってまあ別に女の子引っかからないじゃないですか。うん、でも女子がやっぱそういうの出してきたら男子ってどうしたって反応しちゃうじゃないですか、特にまあ中高生なんて。絶対そうだよと思ったら絶対女子の方が圧倒的有利というか。いや、そう思うよ。だってネルトンとかでもさ、昔さ懐かしい話ですね。ネルトン、はい、バッタイスペシャルとかで女の子から告白みたいな時あったんだけど、その時の方が明らかにカップルができるこう組数が多いもん。へー、あ、男子がと思ってましたね。そんな時代があったんですか。あるある。うん、ネルトンベニクジラ団すごい見てたからこれ。ずっと愛媛で高さんチェック。うん。でもシャンシャンもねこれ完全に動きになったらいけるっていうことですよ。いや、もうそう思う。だから女の子の、まあ本当は男の方からさ言わなきゃいけないんだけどさ。はい。あー、パーティーには誘わなきゃいけないんだけどさ。はい。絶対的に。でも女の子の方から誘ったら、それ断る男っていうのはよっぽどじゃないと断らないと思うけどな。よっぽど予定がないとか。はい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 。いや、1対1やったらちょっとって思うかもしれんけど、3-3でとか、ね、そういう楽しい感じでみたいにすれば。いや、もう高3でしょ、でも。高3で彼女いない男子、クリスマス前に別にもう正直結構嫌いな女から誘われても行くと思いますけどね。俺もそう思う。正直、うん、でそっから変わってくるからね。すぐ変わりますもんね。そうそうそう、男なんてそんなもんだよ。もうすぐ好
きになるもの、人のこと。まあまあいいことですよ、すぐ好きになるのは。うん、いやそうだと思いますね。うん、電車の中とかでさ、こう可愛い女の子がいたら、うわ声かけたいな、知り合いになりたい、友達になりたいなとか思うけどさ、はい、でも言ってないから絶対声かけたことないし、そんなことしないけど、女の子の方から声かけてきたら絶対友達になるもんね。そのよくパッと電車の中で会った子に一目惚れしたから、うん、その名刺みたいなこう紙にババって書いて渡したりするっていう話聞くじゃないですか、男子が。聞く。ナンパみたいな感じで。うん。それの成功率はどうか知らんけど、女子にそれをされたら、まあ、すぐ電話かけますもんね。100% やろ、それ。女子からそれ聞いたら。100% ですね。ちなみに僕、モノレールで男子から渡されたことありますけどね。わ、うん、かりました。そうだね。ちなみに僕は去年は演劇の稽古してました。僕もそうですね。うん、で、今年も演劇の稽古の予定です。あ、そうなんや。なんですね、稽古終わってからですよね。まあ、稽古終わった後、うん、石田さんがだからハワイに飛ぶのかどうかっていうのを僕はチェックしてますけど。ハワイはね、今回ね、行く予定ないんだよね。ああ、去年っていうか、今年はハワイ行ってましたもんね、正月。そう、戻ってくるらしくて。ああ、そうなんや。うん。そうなんですよ、ね。じゃあ、最高のクリスマスというか、あるじゃないですか。年末を迎える。クリスマスには戻ってこないと思うな。正月明けぐらいに戻ってくるかな。ああ。だからもう本当、歯食いしばって、平行で寝ますよ、クリスマスは。チキン食うこともなく。はい、把握しまして、へこいてみます。わかりました。はい、そんな感じですかね。はい。じゃあ、来週はしっかりね、二人で会って。そうですね。はい。というわけで。はい。はい、テーマ的なものは？ん？ん？募集するテーマ的なものは？あ、トークテーマ。トークテーマはね、あー、女の子から声かけられたことありますか、西尾ちゃん。あー、難しいな。今、もう来ないだろうな、これ。いや。ただね、僕一回あるのよ。一回。あ、二回あるわ。その話が。クラブで声かけられたことありますね。おー、じゃあその話をしましょうよ。わかりました。はい、女の子から声かけられたことありますか。それも逆なんとしての逆なんとしての逆なん、まあまあどんな形でもいいですよ、とりあえず声かけられたんなら。うん、わかりました。はい、というようなところで今週以上です。はい、はい、ではまた来週も聞いてください。さよなら。さよなら。Love FM Podcast。 Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。 Love FM Podcast。